いやーやめてー、ずっとそこにいて、あなた永遠にそこにいて。やっぱり出たじゃん。あ、間違えた、くそ飛んでくる。あー、いらっしゃいますね。路上に大量にいるゾンビよりも室内に 2,3 体ぐらいいるゾンビの方がなんとなく怖い。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。クロトホラーの英才教育こと藤田美志郎です。はい、よくね、こう外の大きい広い道路とかでもう大量のゾンビが向こう側からわーって走ってくるみたいな映画とかでね、そういうシーンがよくあると思うんですけど、あれはあれでもちろん怖いです。でもね、あれってどう考えても、まあ、映画だったら、なんとかなっちゃうんですけど、現実で考えたらどう考えても逃げられないし、もう飲み込まれて一瞬で自分もその一部になるっていうね、絶対そうなるだろうなって思うじゃないですか。でも室内に 2,3 体ぐらいいるゾンビだとうまくいけばかわせるかもしれない、うまくいけば、なんかね、殴ったりして倒せるかもしれないとか、そういうこうよりリアルな感じがして、私はそっちの方が怖いなと、なんとなく思います。まあ私はね、前も何かで言ったんですけど、現実にないものは人間は想像できないと信じてる人なので、ゾンビというものが、どの時代かにいたからこそ誰かがゾンビというものをこうテーマにして作品を作れたと思っているので、宇宙人もそうです。これ私の勝手なね、私の勝手な考えですけど、全てにおいてそうだと信じているので、きっとどこかにいるんだと思います。だからね、現れた時は、迷わずね殴るということで、銃はね、日本は銃はないので、いつでも殴れるようなね、スコップなりなんなり家に置いておかないといけないなと思います。はい、どうでもいい話。はい、ではでは、ゾンビつながりバイオハザードやっていきましょう。前回ね、仮面を3枚手に入れまして、何すればいいのか分かんないって感じだったんですけど、多分これ多分さ、普通にこれの中に入ってるんじゃなかったっけって思って、なんか前はこれ何すんだっけとか思ったけど、これの中に普通に入ってるんじゃなかったっけ。多分さ、スイッチ押す順番だと思うんだよね。太陽が輝くとき我は目覚めん。太陽ってこれハートのやつ？あー、やっぱりやっぱり、そうだそうだね。オッケー。うん、じゃあこれで、マスクが4枚手に入ったので、マスクを使いましょう。でマスク使うと、敵が出るので、ショットガンで倒せるかな。多分倒せると思うけど、ちょっとグリーンハーブじゃなくって救急スプレーにしようか、一応ね。で、これは一回しまいましょう。よし、じゃあこれで行ってみよう。じゃあ上から戻りましょう。メインホールの方にね。そうだよね、なんかあの箱になんか、なんだろう、なんかはめたりして開けるわけじゃなかったよなと思って、普通にね、太陽を光らせるだけでしたね。よし、じゃあ行きましょう。そう、確かマスクを4枚使うと、それこそクリムゾンヘッドみたいな、なんか強いゾンビみたいなのが確か出てくるので、すいませんね、ちょっとネタバレしちゃってねまあでもクリア済みで一応ねやってますんで。あ、これまた、あれ、私は遠回りしてる、こうだね。よし、ショットガン6発で倒せるかな。倒せると
いいんですけど、なんかさ、この間のヘビさ、あれ倒しきった場合はショットガンがもらえるらしいね。私逃げるもんだと思ってたんですけど、倒せるんですね。そんなのを見ました。目に穴の開いた、目に穴、一応調べるか。目鼻口ね。これが目だ。オッケーオッケー。これがこれかな。でそう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 。で、はい、目鼻口はさっきの一番最初のやつだね。いやサイレントヒルっぽいな。サイレントヒルやりたい。で、なんでサイレントヒルパソコン版出してくれないの？本当にやりたい。最初からやりたい。鼻ね。鼻はこれか？見た目的に。いやじゃあこれ。これさ、一回さ、上に逃げたりするとどうなんだろう。なんか多分逃げたことあるけど、私。さあ、来るぞ。あれ？来るよね。なんか来るはず。動く。あ、逃げられないのか。そっかそっか、閉められるのか。やっぱクリムゾンだね。ほら。怖っ。やめてー、死ぬ？ちょっともったいないから。生きてるよね、まだ。生きてる。一回逃げ、一回逃げて、一回、痛い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 、ちょっと待って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 、痛い痛い痛い、これは死ぬんじゃない、これは死ぬんじゃないか。危ない。無謀でしたね。強すぎない？死んだ？ああ、死にましたね。よかった。あ、でも親切に弾が置いてあるんだね。やっぱりスプレー使っちゃいましたね。持ってきてよかった。他何もないんだっけ？あ、あるある。これは？お、あー、これがあれか。はめるやつか、ドア。くそー。クリムゾンめ、嫌いなんだよ。オッケー、じゃあ戻ろう。これがあれか？ワンちゃんが出てきて、私がウィンドクレストをはめるんだと勘違いしてた道のはめるやつかな。行ってみないとわかんないな。でもウィンドクレストみたいなやつは、確か3枚あって、何クレストか名前忘れたけど、それと同じではなければ、多分ワンちゃんの道にはめるんだと思います。うん。多分そうじゃない？下で使うわけじゃないよね。これ下ってさ、行けるようになるんだっけ？めっちゃ聞こえるね。ここに使うわけじゃないよね。これはこれでまず単体で使うのでは。だって2枚持ってないしね。あの扉の先にいるんだっけ。あの扉の先がつながってるのか。そこに、そこに行ってね、今濁してますけど、ちょっと記憶が曖昧なんで。ちょっと待って、一回ね、アイテムボックス行きたいよ。安全ゾーンを通っていきましょう。で、私がそのワンちゃんの道かなって言ってる場所は、カラスの
この間謎解きしたところのゾーンかな。ちょっと行ってみよう。どこで使うか覚えてないので、まあ行ってみるしかないね、まずはね。ちょっとね、アイテムボックスが遠くて行ったり来たり申し訳ないんですけど、この移動時間全部カットしたらさめちゃくちゃ短くなりそうだけど、なんかあんまりね、移動もほら洋館をこの動き回るのも楽しいことの一個だから、そこまで全部カットしちゃうとちょっと味気ないかなみたいな。あーちょっともう視点がさ、これ一回いらないので、ちょっとハンドガンは補充して、一応これとこれ入れて、ちょっとワンちゃんを倒して、あれなんだっけ、ハーブとかガソリンとかある部屋があるので、除草剤みたいな薬があった場所だね。あそこでちょっとワンちゃん倒したいんだよな。もう救急スプレーはないのか。じゃあハーブ1個でいいや。ついでにそこに行ってワンちゃんも倒すか。同じゾーンだよね。ショットガン6発あれば倒せるんじゃなかろうか。セーブした方が良かった。多分大丈夫多分大丈夫。ちょっと待ってね。ここのガソリンもついでに、あ違う、ここガソリン入れちゃったらあれか、あそこのガソリンは取れないのか。まあでもとりあえずワンちゃんを倒しておけばガソリンはまあ取れなくても、ガソリンじゃなくて灯油か灯油かわかんないけど、灯油だね多分ね。まあいつでも行けると思えれば灯油ですね。もうないんだ。これさ、灯油の残りが1じゃなくて0の状態で入れた方が多分いいんだろうね。その一回補充して多分2は溜まるんじゃない。だから今1余ってる状態で1足しちゃったから、多分0になってからのがいいんだろうねってなんとなく思いました。そしたらどっから行くのがいいんだ。とりあえずここでよくて、ちょっと待ってね、メインホール行って下のあのクリムゾンちゃんが奥でわちゃわちゃしてるあそこを通っていけばいいのかな。本当に違うかもしれない。いや多分そうで合ってるはず。上から行けないよね。上からはいけないはず。もうドア通れなくなったしね。じゃあこれで、やめて、来ないで来ないでずっとそこにいて、あなた永遠にそこにいて。ここがそろそろバリーンが来そうで嫌ですけど、なんかワンちゃんさ、ショットガンさ、たまに外すからさ、私が下手くそすぎて弾もったいなってなるんだよね。6発で倒せるだろうか。ワンちゃんそこ2匹いるよね多分ね。顔近、ここね。ちょっとここ行ってみますね。多分来る。あれ来ない？来るよね。いる、いるはず。来ない？来た。いやもう一匹来ると思うんだけどな。とりあえずこれ拾って、ちょっと待ってね、もう一個拾えるね。右側でハーハー言ってるワンちゃんが来ないのかな。で
とりあえずこれで限界か。あれ、もう一匹来ないのかな。来ないのかもしれない。どっちだろう。まあいいでしょう。で、この先かな。ここゾンビいないもんね。アイテムボックスに立ち寄りたい気もするけど、これはなんだっけ。これは普通に鍵か。この先は違うのかな。なんかはめるのなかったっけ。ここじゃなかったとしたらもう私次どこに行けばいいのかわからない。ここのワンちゃんは倒したはず。これ違う？ああ、そうだよね、やっぱ。OK。で、ちょっと待ってね。ハーブ取り切りたいので、ちょっと待って、ワンちゃんもう一回出るかもしんないな。ハンドガンに入れ替えたけどさ。ここ行く前に、ちょっともう一回、ハーブを取っちゃいたい。ここの先ってなんだっけ？外に繋がる？外に繋がるのか？っていうかさ、呪われた、なんだっけ、仮面だっけ、暴いたものみたいなさ、そんなヒントを残しておくこの洋館は何なのって感じだよね。なんか誰かにこの、なんだろう、本当は謎を解いてほしいのかなみたいな。本当は救いを求めてるのかなみたいなね、気がしますよね。じゃなかったら別にね、誰も解けなくていいんですから、一生こう隠しておきたい真実ならばね。ワンちゃんまた出るかも。入れたじゃん。やっぱり入れたじゃん。やめてくれよ。やっぱ飛び越えてくるのか。痛い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 。いつまでこれ。痛い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 。おい、やったわ。死んだから、死んだかもしれん。せっかくさ取ろうと思った。ちょ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 、痛い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 。これ いつこれさ、死んだじゃん。最悪だよ。セーブすればよかった。セーブした方が良かった。多分大丈夫。よし、仮面を、今使ってクリムゾン倒したところです。これさ、今思ったんだけど、このまま、あれどっちだっけ？こっちか。このままさ、こっち行ったらさ、はめるとこだね、そういえばね。カラスのとこ通って行って、カラスはまだいるの？大丈夫？飛んでこない？一応飛んでこないならば、ここそのまま通ったらさ、はめるとこだったわ。はめるだけちょっとはめちゃいますね。で、ワンちゃんが、2回に分けて出てくるので、最初の1回のうちにハーブを全部取り切りたいから、もうアイテムをすっからかんにして、ハーブだけ取って逃げましょう。これをとりあえず使って、で、そこってさ、違う、あい、違う。間違えた。ここってさ、この先ってセーブ部屋じゃないよね。ちょっと行くだけ行ってみるか。多分敵がいきなり出たりはしないと思う。あそこなんじゃないかなっていう記憶があるんだけど、ここがもしアイテムボックスだったらすごく助かる。違うかな？あ、違うね。多分ね。あー、やっぱここだよね。場所はね、想像通りでしたね。あれ？どっか行けるとこ、アイテムボックスみたいなとこなかったっけ？ちょっと行ってみてもいいですか？先に。ぐるぐるしちゃったよ。あー、やっぱそうだよね。そう、ここだなとは思ってたんだけど。記憶にございますよ。あ、いいね、バッテリーパック。こっちは？
なんかいる？あー、ワンちゃんいるわ。ワンちゃんいるだ。いるだだって。ワンちゃんいるだ。そっか。セーブ部屋が近くにあるわけじゃないのか。ちょっと待って、じゃあ一回、セーブ部屋に帰ってセーブしてからワンちゃんに挑みたいので、これどうやって取んの？こうか。これでここのアイテムは全部取れてる？ OK だね。一回じゃあ帰りましょう。よし、じゃあちょっとアイテムボックスに行って、ワンちゃんの部屋の前に戻ってきたいと思います。よし、じゃあ、次は死にたくない。でも、スタンガン持ってるからね。一匹倒して全部拾って、すぐ帰ろう。多分、とりあえず来ると思うので、来るよね。倒した？ちょっと、早く拾おう。ああ、でもあれか、なんか、灯油がね、灯油があるんだよね。そうか。灯油を、ね、拾いたいけど、そのためにはまた倒さないといけないってことだね。まあでも灯油よりも、ハーブの方が大事なんで、OK。じゃあ、あとここは灯油があるだけだね。じゃあもうこれで、とりあえず逃げよう。まあ私ね、あんまりゾンビ倒さないんで、灯油の方がまだ、大丈夫かなって感じ。OK。そしたら、あ、間違えた！くそ！間違えた！緑赤で調合しようとして緑緑でやっちゃった。もういいや。でもこれはめんどくさいから、もうこれはいいです。まあどうせ緑がね、いっぱい箱の中に余ってるので、いいです。大丈夫、大丈夫。そしたら、ちょっと待ってね。一回、アイテムボックスに立ち寄って、武器を持ってきて、で、さっき新しく行けるようになった場所に行きましょう。ちょっとここ通っちゃおう。で、ハンドガンとかをね、ちょっと持ってきて。緑緑にしちゃったじゃん。まあ、とりあえずこの緑緑を持っていこう。あ、待って。調合だけするか。そしたら、緑赤作って、緑緑でマックスなんでね。緑赤と一緒です。この状態にして、もう一回しまいましょう。救急スプレー持ってんのか。で、じゃあこれでとりあえずいいのって、一応ボトルと、セーブさ、本当はしたいけど、インクリボンがさ、ないのよな。ちょっと待ってね。セーブする？セーブする方がいいのかな。一応あと4はあるし、セーブするか。いや、インクリボン意外とないんだよな。まあこの後も拾えるとは思いますけど、一応セーブしましょうかね。 OK。 じゃあセーブできたんで、じゃあもう一回戻りましょう、あそこに。下のドアはもう通れないので、こっち側から回っていきましょう。さあ、戻ってきましたね。ワンちゃんの方とワンちゃんじゃない方のドアがあるので、とりあえずワンちゃんじゃない方のドアに行くか。よいしょ。どっちだっけ？
開けてみればいいね。すぐなら大丈夫だからね。どっちがどっちか忘れちゃった。こっちか。あーてかブルーハーバーだな。毒？あー雲が出るのか。はい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 、あれだ、なんか、うん、木の箱を押して通って雲が出るようななんか場所があった。これどうやって、だからさ、どうやってこう行くのか分からなくなっちゃうのよね。あれ行けなくない？こうか。もう視点がさ、ぐるぐるしちゃうよね。ぐる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 って感じ。これが難しいところよ。これは、あれ？ここもワンちゃんか？あ、あれ？ここウィンドクレストとか使うやつじゃなかったっけ？ちょっと待って。なんとなく覚えてるけど、なんか多分ケルベロスみたいな像があって、番犬が欲望を満たす時門は開く。赤い目をした石像に何か記されている。復讐の雄たけび。青い目をした石像に何か記されている。破滅の断末魔。え、これだけだっけヒント。あの赤と青のニワトリちゃんをどうにかこうにか、向けることによって、開くんだと思うんですけど、どっちもそっち向けばいいのか？これじゃない？ねえ、北と南だ。あ、違う。南じゃない。なんだっけ、復讐か。破滅が北、復讐が西だ。はい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 。破滅が北ね。青が破滅だったよね。破滅が来た。これ止めるのすごい難しくない？合ってる？で、復讐が西？あれ？ちょっと待ってね。早いんだよな。合ってる？合ってるっぽい。おーイエス、行きましょう。あれ早いよね、絶対止めるの難しくない？はいって感じ。くる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 、はいっていう、その掛け声とかないとちょっと難しいね。まあ今私掛け声言ってなかったと思うけど、心の中で言ってた。これさ、カラス飛んでくる？飛んでくる。この道なんかあんのかな？なんか落ちてるかもね。なんかゼロの時もカラスが飛んできて頭をつままれる、あそこの、あー、いらっしゃいますね。いらっしゃいますよ。嫌いなんだよなこれ。どうやって倒すんだっけ。ここゾンビいるよねっていうか、そこゾンビいない？なんかこの道ゾンビいなかったっけ。気のせい？気のせいかも。気のせいか。いやー、ここってさ、セーブあるっけ？地図がないからわかんないね。ハーブがあるけど、こっちはいけない。懐かしいなー。え、すぐ戦うんだっけ？覚えてないけど。セーブあるね。セーブしよう。ん？どこがセーブ？あ、地図ある。ちょっと待って、地図取りたい。うん。オッケー。アイテムボックスもあるの？
これだね。オッケーオッケー、よし。じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。時間が多分ちょうどいい感じだと思うので。で、あのさっきからね、なんか鎖の音とうわーみたいなね声がね何回か、聞いたと思うんですけど、あいつね戦うので頑張りたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。いや、まさかねワンちゃんにね倒されるとは思わず。あれさ、一回さ掴まれた後さ振りほどけないんだっけ。体力が弱ってる状態だと振りほどく元気もないみたいな感じなのかな。多分あの最初に2回食らって3回目で掴まれちゃって死んだので、多分その2回の間にファインじゃなくって体力減ってて、でも振りほどけなかったみたいな感じなのかな。うん、はい、あそこ悔しかったですね。でもね、あの後そのまあ動画ではカットするんですけど、もう一回ねクリムゾン、天井からボンって落ちてくるやつね、あれ戦ったら、ショットガン4発で簡単に倒せました。はい。ハンドガン使う方がめんどくさかったですね。うん。というわけでこの辺で終わりにします。ではでは最後にね、この動画を閉じる前に、今日のバイオも楽しかったなと思ってくださった方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。あと、SNS やっております。Twitter ね、頻繁に書いておりますので、よかったらフォローしてくださると嬉しいです。インスタもやってるんですけど、ほぼ更新してないので、ゾンビスタグラムと呼んでおります。はい、というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。